まずキャットタワー、こちらですね。それから隣がキャリーバッグ、保護施設からポポシを入れていたバッグですね。でこれはトイレ。ちなみにこの日はポポシを初めて迎え入れた初日なので、まだ小さな範囲で全てを置いている状態です。その他はこちらです。ドライフード、キャットフード、子供用ですね。あとはこれはお菓子、それとこちらは粉ミルク、これは爪研ぎ、あとはおもちゃ何個か、これもおもちゃですね。これは後から必要になったものですが、トイレの砂取りマットを買いました。餌入れも買う予定だったんですけど、まだまだ子猫ちゃんだったので、とりあえずは IKEA のプラスチックのケースで代用しました。おもちゃの選ぶ基準としては好みがあると思うので、まずはいくつかだけお試しで買って、で気に入ったものを同じようなものを買ってあげるのがいいかなとは思いました。まあ、ポポシは段ボール系が好きでした。トイレの砂も成長に合わせて変えてはいったんですけど、まだまだちっちゃな子猫の時は小さな砂を選んでおきました。というのもトイレをする時に、砂かきをするので、取りやすいかなと思って選んでみました。最初の頃は粗相もしていましたが、3回目ぐらいで覚えてくれました。餌入れが後日届きましたが、やっぱりポポちゃんにはまだまだ大きかったので、醤油皿でご飯をあげていました。パン食べる？食べる？ミルクを単体であげてもあまり飲んでくれなかったので、ご飯と一緒にあげている時もありました。今はポポシも成長したので器に入れてあげてます。猫砂もチェンジしています。これは猫砂を初めてチェンジした時の様子です。ポポ、新しいお家だよ。お家じゃなくて新しいトイレ。ポポディン。ポポシのトイレとして認識してもらうために、おしっこを置いておきます。イコちゃんですね。無事に認識したようです。今ポポシが座ったのが砂取りマットですね。これをトイレの出入り口に置くと、少し砂は散らからないかなっていう感じです。本来出入り口のところにカバーがついていたんですけれども、ポポちゃんはあまり気に入らなかったみたいで、それは外しています。この子はお家に来てから3回目以降、粗相は一切していなく、きちんと自分のトイレで用を足してくれている、とってもいい子ちゃんです。どっちしたポポ。お尻に台がいらっしゃることが結構多いので、濡らしたティッシュで拭いてあげてます。一瞬ワープします。どっちしたのポポ。再びは今日はやけに念入りに砂かきをしていますね、おしで。猫ちゃんは基本的に綺麗なトイレでしか用を足さないので、その都度トイレは綺麗にしてあげています。どうしたの？なんでそんなやってるの？はい、やっと満足したみたい。ということでまとめです。保護司を迎えた時に揃えたもの一覧がこちらになります。キャットタワー、キャリーバッグ、ご飯類、トイレセット一式、おもちゃ、爪研ぎ、これらは最低限でも必要だと思います。本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。